はい、皆さんこんにちは、こんばんは、井上雅宏です。皆さん知ってますか、パチンコガロって知ってますか。かなりパチンコではね、かなり有名な方の機種なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、僕そのパチンコガロにジンガで出てる時があるんです。まあね、井上雅宏が出ると負けるという報告が、かなり各所からね、おのれみたいな感じで上がっております。今日は三世さんのスイッチオンマンっていう、まあ、キャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターと一緒にちょっとコラボしてパチンコを打つということで、今日ちょっとねすごい楽しみにしてるんです。まあ、ジンが、私井上雅宏が出てるパチンコをちょっと本人が打ってみたみたいな感じで、まあ、僕打ったらちょっとどういう気持ちになるんだろうなっていう確かめに行きたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと内容の方は の方から説明させて、はい、まあ、すごいなんか見覚えのあるキャラクターたちがたくさん、はい、そのリアクション動画のためにじゃあ中にでもやります。三世さんに聞きたかったことがあります。このジンガーがパチンコに出てるのがすごいライン来るんですよ。が出ると負けると思う。申し訳ないですけど、いっぱいやりまして。お前のせいで負けたって。その原作と同じで、やっぱりパチンコでも時間めちゃくちゃ強いんだ。そう簡単にやるんですよ。ガーズが目の敵にされてる。それやりました。はい、ありがとうございます。スイッチオンマンです。スイッチョマンです。ちょっと待ってください、すみません、今ちょっとテイク2。スイッチョマンです。スイッチョー、どうも、サンセアランディのスイッチョマンです。これは、はい、どう考えたんですか、いつ考えたんですか。僕が、もう2年くらい前になるんですけれども、はい、このサンセチャンネルというところで演者をさせてもらえるといった時に、はい、1週間くらい考えました。1週間でこう考えてきたんですね。1週間、はい、で、このクオリティです。はい、いいですね。これ何の、あ、これはこの頭にもあるんですけど、3世のスイッチオンマークっていう、スイッチオンっていうのがうちのキャッチコピーみたいな感じで、これをこう手でもうやってるっていう。ここに入れば、はい、回るんですよね。はい、ほら、ちょっと知ってる。これ色とか大事なんですよね。あ、めちゃくちゃ知ってるじゃないですか。だから動画とかで見ますよね。はい、こことかと、この、はい、保留っていうんですけど、はい、その玉がここに入ってこう溜まっていくんですけど、はい、これが色とか、はい、なるほどなるほど、はい、でここに画廊形が刺さったりとか、だから色が派手だといいですよね。そうです、派手だと OK です。あ、これ、画廊形刺さった。画廊形刺さると大チャンス。あ、これ大チャンス、大チャンス。で、ここでですね、シンガの優雅がです。え、でも4ってなんか、よくない、よくない。おー、なんだこれ、やばっ、タッチしてみてください。おー、すごい、何、絶対こうするでしょ、みんな、これ。これが大チャンス演出で、ここからですね、ガロの、はい、これ一番熱い、今回の一番熱いリーチなんです。あ、これ一番熱いリーチで、これは、すごっ、はい、このパチンコオリジナル、雨宮監督がデザインしてくださった清流という、オリジナルの敵が現れて、あ、ガロもですね、この、あ、すごいかっこいい、クローバーズの新しい携帯、霊獣林ガロっていう。霊獣林ガロ、はい、なんかすごい、なんか赤い、赤いです。この色も、青とか緑とか赤とか、そうなんですね。で、派手な赤な方がチャンスと。じゃあ今チャンス、チャンス、はい、この映像めちゃくちゃ、うわー、綺麗ですね。いや、すごいな、ガロ。パチンコのためだけに作られた映像と、へぇ、ちょっとレベルが違いますね。さあ、このタッチをお願いします。このタッチできるので、これで衝撃と、衝撃、これも今回ですね、新しく搭載されたチャンス、もうね、iPhone のバイブレーションの500倍ぐらいが増えてる。何これ。さあ、そして最後ですね、なんか剣のマークみたいな、そう、こんな感じでございます。さあ、ここ、どうぞ。あ、倒しました。うわー、すげえ。神社でガロキを押し込んでる。
くここから出ると思わない。うわあ、これさ、これで金の図柄になると、はい、もっといい状態に行くよと、いい大当たりと。なるほどなるほどなるほど。ただここからがですね、ある意味井上さんというかジンガの、はい、番なんですよ。そうなんですよ、はい。ジンガバトルボーナスだって。え、なに俺ボーナスですね。さあ、じゃあ右に思いっきりひねっていただいて、はい、気持ちをしていただいて、ジーラーを押し込み続けて、ガロを救え。ガロを救ってください。俺ガロ救うの？ガロ救ってください。俺ガロ救いたくないよ、俺。いやいやいや、もういいよ、もう押さない、押さない、使わない、使わない、ガロ救わない。ハッ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 。弱いじゃないか、終わりか、いや、本物いたら勝てるわけねえよ。当たり続かないのか、当たりは続かないのか、終わってしまうのか、ガロが負けちゃうとまた通常に戻ってしまうか。いや、複雑なんだけど、複雑なんだけど。若いチャンス獲得。ここは残念ながらですね、残念ながらガロは、残念ながらという言い方がちょっとあれも分かんないですけど、何種類か選べるんですけど、最後スタンダード、ここから、はい、ここからですね、赤いチャンス、はい、ピーカーのゴールドインパクトの一番いい、まあ、大当たりという状態にいきます、はい、ここだと大当たりが続くという状況で、なるほど、はい、いろんなですね、その演出タイプ選べるんですけど、まずじゃあスタンダードのやつから、はい、はい、これがじゃあスタンダードタイプですね、はい。いやちょっと僕今負けたショックでもうちょっと立ち直れないんですけど、いやただここからまたね勝っていただければっていう、はい、いくつか選べるんですけど、一番オーソドックスなそのマットタイプを選んでいきます。あ、そっか、これ視聴者だって、普通のパチンコやられてる方だとこれ嬉しいんですよ。嬉しい、嬉しいです。あ、そっかそっか、パチンコできないからちょっと嬉しい。多分全世界に僕だけですね、これ僕だけですよ、これ。なんかこの気持ち、アタッカーに入れば、入れば、まっすんでいくっていう。あ、なるほどなるほど、はい、ジンガバトル、ほら、ほら、ピンチとか選んで、ここでジンガが出てきたらピンチなんですよ。あ、出てこいで負けろ、負けろガロ。さあ、さ、残念というかジンガではなかったです。あ、なるほどなるほど、弱いから継続される。そうそうです、そうです、ジンガは強いからピンチなんです。じゃあザコホラーの方が嬉しいじゃん、みんな。え、とことん俺嫌いになるでしょ、みんな。え、めちゃめちゃジンが嫌いになる機会だな、これ。開けろ、ここで。スワオン、ここは、ここちょっと滑っていません、滑っていません、一回、一回から滑っていません。ジンガとガロの共闘ってのは、ここでしか多分見えない。まあまあまあ、ザコホラーは倒してもらって構わないんでね。ダウンしちゃっていいよ。すごい、また出てきた。あ、じゃあ続いては、はい、もう一回ですね、ガロとジンガのバトル、はい、皆さん見たいと思う。いや、そうですね、見たいですね、僕も見たいです。本当は、さっきね、復活だったんでほぼジンガが倒したようなものですけど、はい、本当はジンガが勝つ。また復活か。そうです。さあ、おお、何何何何何、こうなるともうジンガと戦わずして、リアン、この辺りちょっとリアン出てきた。リアンがお助けとして、お助け、お助けとして出てきて、ずるいずるい、このポジションずるいよ。なになになに、おー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 、お助けが出てきたので継続。おー、魔界奉仕が出てきたじゃねえか。じゃあジンガとのバトルに発展せず続いてしまったと。いや、もしかしたらアミリがお助けで出てくるかも。あ、なるほどなるほど、もしかしたらですよ、もしかしたらファミリーが出てきたら、まあ嬉しいですね。もっとジンガのやつ見たいな。そしたらじゃあ皆さんにとっておきの映像、多分、はい、もうまだ世界どこもまだ出てないやつ、マジ、はい、ジンガスペシャルの映像をお見せしたいと思います。僕勝ってます、もう見てから。いや、負けてんな、これ負けてんな、俺嫌い。いや、これは見ていただいたら多分納得してもらえると思います。はいはいはい、はい、わかりました。じゃあちょっとセットするんで、ちょっとだけお待ちいただきたいと思います。はい、はい、
さあ、ということで、はい、準備がですね、整いまして、はい、いよいよ、陣が主役の特別スペシャルムービー、ようやく勝てました、はい、ようやく、はい、ようやく大神氏に勝てるのか。いやいやいや、もう、しかも、これ、うん、超レアな、パチンコ屋さんで実際遭遇したら超レアだし、最高の大当たり。それ見せていいんですか。今回特別です。うわ嬉しい。多分間違いなくもう世界最速ですから、はい、ここの映像が、はい、素晴らしい。なのでしっかりとこれを見れば、じゃあこのパチンコガロの信頼の確たるものを見れるわけです。そうですそうです、はい、注目だぞ、注目だぞ、はい、じゃあで今ですね特別にもう、ここの、まあ、スタートへそと呼ばれるところに1個入れたら、はい、もう始まるようになってますんで、じゃあもしせっかくなんでよろしければ直接井上さん入れていただいてよろしいでしょうか。ここにポスッと、はい、いいぞ、これを入れればいいかな、はい、よし、よろしくお願いします。いきますよ、はい、おりや見つけてよ、マクさん話しなさい、トエルリンザと出てきて、大回転がですね通常の、あ、これですか、はい、あ、これ見ろよ、箱は赤いの、これ関係ありますか。あ、これはデフォルトなんです。これはデフォルトなんです。これはデフォルトなんです。さあ、なんとこれ何も起こってないですけど、もうチン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 捕まえる、シャンシャンしつつ、まあ、なんか全然まだこうリングに来る感じ、ラッピング来る感じないですね。あれ、でも終わっちゃいます。終わった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 、あと、ゆらゆら続いてます。あ、ずっと止まってる。うおーい、なに、おおー、これマジか、おい、お前らは一度俺を倒した、そうだ、しかし俺はまたここに、お前の前に、俺はホラーだ、人間の邪神がある限り俺は何度でも蘇る。もういきなり7揃っちゃうんです。というですね、うわやばー、これが陣が全回転と、陣が全回転、はい、全回転リーチってのはパチンコではもう最高の大当たりの一つなんですけど、やっと私で当たることができました。どうですか今見た感じ。あのさっきのフラストレーションムラムラ感、はい、なくなりました。あーよかった、いやー私も当たるんだ。いやちょっと嬉しかったっすね。あー、じゃあこれでもなかなか出ないですね。これはめったに、はい、出ないです。その代わりですね、はい、いや、いいですね、めったに出ないのも嬉しいですね。そうですね、はい、じゃあこれをじゃあ皆さん目指していただいて、ぜひとも黄金騎士を男にしてください。いや、そうじゃないな、普通はみんな黄金騎士に勝ってほしい。そうですね、男にされたくないんですよ。あー、そこだけは揺るがねえな。どうです今日一日、あの一日というかですね、少し打っていただいて。いや、あのね、はい、非常に普通に、まあ一つのエンターテインメントとして面白いなというふうに思いました。あの、なんていうか、ガロのそのドラマとか映画はもちろん面白いんですけど、まあ、そうじゃない表現ができるっていうところもいいなと思いましたし、もう 3D、 もう 3D でもういろんな、もう耳からもこの触覚からも目からもなど、フルーツだけで結構あの本当お腹いっぱいになるぐらいの感じのレベルのエンタメ性がある。そうですね、五感で楽しんでいただけるいや、はい、本当にちょっと遊戯という感じですね、はい、このような形でですね、はい、あのこの今回、まあ、P ガロゴールドインパクトという信頼なんですけれども、はい、まあ、この他にもですね、いろんな最新機種の情報なんかを、我々三世 R&D の公式 YouTube 三世チャンネルでですね、はい、あのまあ、私がいろいろと紹介させていただいておりますので、もしあのご興味を持たれた方いらっしゃいましたら、そちらの方でチェックしていただければと。ぜひともチャンネル登録して、はい、あのパチンコ本当に興味を、ね、持った方は多分そちらの方が多分絶対詳しいこと載ってると思うんで、あの僕もね、あのパチンコライトなちょっと人はいいかもしれないですけど、ちょっとパチンコやっぱ詳しく知りたいよって方は、あのぜひともチャンネルを見てもらえればいいなというふうに思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、いやもうちょっと楽しかったです。ただ、はい、ちょっとね、これで終わっていいんですかと、うん、一つあるんですよ。ほう、さっきまで、まあ、前回転はあったとはいえ、ジンガと
まあ、ガロとね戦ってね、ジンが負けてるとこばっかだったじゃないですか。まあまあ、ちょっと微妙な気持ちで ちょっとね納得まだされてない部分もあると思うんで、まあ、まあ納得は言ってないですね。この後ちょっとバトルします。おジンが対、はい、まあ、僕が一応ガロ側になって、はい、ジンが対ガロのバトル。私は同じスーツで同じ、多分それいろんなところから怒られるんで同じとは言えないんですけど、はい、分かりました。いいっすね。でジンガが勝ったら、はい、まあ、井上さん側に何かで、僕の方がガロ側が勝ったら僕の方が何かっていうちょっと対決をさせていただきたいと思って。なるほどなるほど、はい、ああやりましょうやりましょう。じゃあそのバトルは、はい、賛成チャンネルで、はい、はい、ぜひですね、ぜひやりましょう、はいはい、続きのバトルをご覧いただきたいと思います。じゃあ続きは賛成チャンネルでやらせていただきます。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。